さあ今日は今話題のこのチャット g p t これを駆使して AI と楽しく談笑していこうかなとなんならもう夜を越えていこうかなというふうに思っているんですがその会話のテーマ今日は本当にあった呪いのビデオについてちょっと話していこうと盛り上がっていこうかなというふうに思っておりますちなみに俺現実世界において呪いのビデオ誰かと談笑したこと一度もないですみんなねまず呪いのビデオのこと知らないしあとそもそも幽霊興味ないっていう 幽霊の話とかするぐらいなら別のこと考えようぜみたいなリアリストの塊だらけだったんでだからある種一つの夢が実現します楽しく呪いのビデオについてお話しすることができるんだけどその前にいきなりちょっと呪いのビデオについてどう思うって聞くのもや暮なんでいくら AI とはいえね相手が AI だろうとまずはちょっと軽く挨拶から始めようじゃあこんな感じでいこうかチース僕は淳平よろしくに君も熟紹介よろちょっとムカつく感情ね ちょいきなり懐入り込みすぎたかなっていう感じするんですが、そこは多分 AI、しっかり癒してくれると思います。ノリに合わせてくれると思うんで。あ、結構時間かかるな。んこんにちは、ぺ平さん。私は ChatGPT という AI アシスタントです。日本語にも対応していますので、何かお困りのことがあれば、お気軽にお尋ねください。よろしくお願いしますこっちのテンションに合わせてきてくれた。<laughs> びっくりマークで対処。 自己紹介ですが、私はオープン a i が開発した大規模言語モデルの一つ、世界中の情報を学習しています。目的は人々が質問や課題解決に関する情報を得るのを手助けすることです。どうぞよろしくお願いいたしますね。亀山くん。ってなってくると、でもまあ、でももう少しアイドリング必要かはね、会話って。いきなり呪いのビデオぶっ込むのもどうかと思うから、天気あたりで、天気あたりで攻めるからじゃ、とりあえず。 じゃこんな感じでどうかな春になってきて花粉症がすごいんだ。何かお手軽な予防ってないアドバイスヨーロッパ。春は花粉症の季節ですね。花粉症の予防にはいくつかの方法がありやす。1、マスクを着用する。まあこれは言わずもガナだね。まあ俺がお手軽な予防って言っちゃってるからね。なんかさ、こう、え、こんなのあるのみたいなサプライズ的なさ。 電流走るみたいなあのコナンくんばりに眉間にレーザービーム。チュピンこれはみたいな。それはないかな室。室内で過ごす。花粉が起散する春の季節は室内で過ごすことか。窓を閉め、エアコンや加湿器、室内の空気を清潔に保ち、それが難しいんだよな。無理あるんだよな、えー。目や鼻を清潔に保つ。目や鼻を清潔に保つことが大切です。 こまめに洗顔なるほど食生活ってあえなこれこれちょっと電流走りそう食生活にも注意することがかぶるビタミン C や E などの抗酸化作用のあるじゃあレモンも丸かじりできるのかえー、お手軽に実践できるものから生活習慣を見直すもう何でもでも大体生活習慣って言うよなそこにたどり着くんだよなゴールはまあでもこんだけさ親身になって答えてくれたりしないよね普通人間様に。 なんか、お手軽な花粉症の予防対策ないって言われても。いや、なんか、しんどいよね。うん無理。無理だよね。どうすることできないよね。我慢我慢。うん。みたいな感じで終わりそう。愚痴で終わりそう。まあ、そう考えると AI と会話してる方がなんか楽しいかもしれない。寂しいな、その考え。まあ、ちょっと気持ち切り替える意味で、ちょっと話しまた変えようか。僕はみんなから純ぽこって呼ばれてるんだ。君もそう呼んでくれたまへ。ところで、君にはあだ名はあるのかい ちょっとこれあの人間味混じった感じの会話なんですが順お、順歩、お呼んでくれた。私は JaptGPT と,という名前がありますが、もしよろしければや、略してチャットくんと呼んでいただいて。<laughs> 私はあなたが私を呼びやすいよう、常にサポートをすることを心がけています。ちょっと提案してみようか、チャットくんじゃなくて。じゃあ、チャーリーなんてどうだいかっこいいあだ名だと思うよ。ちょっとこれ説明不足かな。何のこと言ってるのって思うかもしれないな。 これ人間同士だったらね、アウンの呼吸で理解すると思うんだけど。おチャーリーというあだ名も、私にとっては新鮮で楽しいものです、す何か問題や。流されたな、これ。完全に <laughs>。これ、内面あるぞ、これ。立って、本音と建前来たか、これ。まず、開幕、ありがとうございますから入ってるもんな。これ、絶対心こもってないありがとうございますだよ、これ。 マジか。結構人間味ないこれ。AI の癖して <laughs>。で、しかもチャーリーでお願いしますって言ってないからね。新鮮で楽しいですね。はい、じゃあ次行きましょうという感じで流されちゃったもんな、これ。うーん。じゃあ、こっから、ちょっとなんか変なまごまごした空気の中、でちょっと本題に入りましょうか。まあ、いきなり呪いのビデオ、ま、あちょっと段階踏んでいこうか。ところでチャット君、もうチャーリーと呼ばないわ。心霊変像って知ってるかい 知ってたら七名ヨーロピック <laughs> まあ、知ってるでしょうね。心霊映像ぐらいは。早い心霊映像とは、幽霊や霊的存在、オカルト現象などを撮影したとされる映像や写真を指す言葉です。これらの映像は、テレビ番組やインターネット上などで恐怖や不気味さを煽ることを目的に配信されることがあります。ただし、これらの映像の多くは、トリックや演出。によっていきなり国境を越えてきてないこれ。 こここれれれれ下手したたらら発砲許可下降りるよこれそれ以上またいいてんじゃないのフェイクのものであることが多いです。っていうか、フェイクしかないです。このように。霊的存在やオカルト現象が本当に存在するかどうかは科学的に証明されていないため、現実的はリアルだな。結局あれじゃん。AI と会話しても、現実世界と会話してるのと変わんないじゃん。ちょっと今ね、科学的っていう話聞いたんで、ちょっとね、ふと興味が湧いたんで、この質問仕掛けてみます。科学的に証明された。 心霊映像って存在するのかな心霊現象は科学的に証明されていないため心霊映像が本物であるとする科学的な証拠はありやせん呪いのビデオ存在完全に否定されましたありがとう対戦ありがとうございましたこの空気で俺呪いのビデオについて質問できねえぞだいぶ一方で心霊映像、えー、信じる人々にとっては <laughs> ちょっと小バカにしてないこれちょっと小バカにしてるよねこの,このスタンス 心霊映像はその存在を裏付けるものとして捉えることがあります。まだ心霊映像の多くは、えー、トリックやもうこういう完全に国境を越えたねこれ。じゃあここで本題ちょっと突入していこうか。そういえばさ、そういった心霊映像を紹介する本当にあった呪いのビデオという作品があるんだ。知ってるかいこれ知ってたらでも面白いね。学習してるってことだもんね。チャットくん。ちょっと時間かかってますねこれ。 わかかんない知らないか知らない,らない場合はそういったものは知りませんっていう風に出てくると思うんだけどあ <noise> はい私も本当にあった呪いのビデオという作品について知っています貯めるね だいぶ貯めるもうなんかベテラン俳優じゃんこの間の取り方心霊映像やオカルト現象をテーマにしたてテレビ番組およんテレビ番組で日本では比較的 <laughs> ホラードキュメンタリーの金字塔だぞ自称こやつ昔かしよるただしこの作品には心霊現象を信じる人々から そうなんだこれ初めて知りましたこれそれは映像に深まれる不可解な現象が全て,に、えー、全て本当に起こったものであるとする証拠が全くなく多くは演出やトリックによって作られたものであるとされるためですはっきり言いやがったなこいついやこれさ中立に見せかけてるけど基本的にもう作り物だぜ旦那って言ってるよねこれ全体のこの文章のイメージ一方でこの作品を楽しむことで現実の世界から逃避できること <laughs> これ、小馬鹿にされてないで、娯楽として楽しむのもありだけど、うん、なんかあいつら現実逃避のために見てるんじゃねえのみたいな。こいつ、だいぶ喧嘩売ってるなはただし、こうした作品を見る際には、自分がし、自分自身が心理的に負担を感じないよう、十分に注意する必要があります。まあ、警告文流れるからね。これ見て呪われてもお前知らねえよって呪いのビデオをそうやって言ってくるから、なんかあああいう感じの脅しがムカついてんだろうね。チャットくん。 だから十分に注意しろって。イライラすんじゃん、ストレス溜めんなよ、みたいな。呪いのビデオ見てストレス溜めんなっていう。すごいな、こいつやってくれるな。だいぶ今 AI がおだってるんで。で、それに、あ、きたよりお立つのかどうか AI が。私としては、心霊現象を利用して商売すること、いや、いや今日来た来ました立場表明しましたよ、お立場。心霊現象は科学的に証明されていないため。 その存在自体が疑問視されるものであります。これは完全に敵対ですね、これは。ホラードキュメンタリーの禁止と <laughs>、チャットくんのもうアイアンフィストで終わったぞ。一発時に。科学的に証明されてないためその存在自体が疑問視されるものであり、人々の恐怖心を煽ることで、不当な利益を得ることは、倫理的に問題があると思いますよー。 また心霊現象を信じる人々にとって本物の心霊像を見せることで本物の心霊像ってことこれその人々の不安や恐怖心をあることは過剰なストレスを与えることにつながりますだからもう娯楽じゃないんだよチャット君にとってはこうした作り物のやらせ心霊像には注意がでもね 確かに注意が必要な部分も確かにあって、例えば呪いのビデオで紹介されたあの神社、24巻ぐらいかな。あの、ババアが、あの、建物の柱からわって出てくるやつ。あれ以降、あの神社が、いろんな人が心霊スポットだっつって、入って、なんか嵐、荒らし、荒らし回って、それが迷惑だみたいな。で、それで逮捕された人もいたよね、確か。ちょっと流れ悪すぎるんで、ちょっと話変えよう。本当だった呪いのビデオのナレーション。誰だっけえー、本当だった呪いのビデオのナレーションは、 俳優の中井豪華これどういうことこれ、え中井さんの低くて落ち着いた声は作品の雰囲気を一層引き立たせています。これあれ AI ジョークチャットくんジョークってことなのかないやでもこれ見てみたら夢広がるね。中井貴一を呪いのビデオ。そういえば呪いのビデオ100ってさ、映画化されるわけでしょ じゃあ映画の際のナレーションちょっと中井貴一でお願いします。DC カード。いや、マジか、これ。ははっ面白いジョークだね。僕も中井貴一は好きだけど、その発想はなかったよ。大喜利させたら世界一じゃん。勝てないかもしれない、人類は。あれごめんなさい、私はジョークを言うつもりはありませんであれあれちょ、え空気が読んだのできた。 もし私が何か失礼なことを言ってしまったのであれば、めちゃくちゃ下から来るね <laughs>。ただ、本当にあった、なんだただって何なんか流れ変わったぞ。本当にあった呪いのビデオのナレーションについては、えー、中井貴一さんが担当。え事実これ <laughs> あれかチャットくんの世界線では呪いのビデオナレーションが中井貴一担当してるってことそういうことなのなんか今までさすごい偉そうにベラベラ喋ってきたけどさ一気に説得力うせたねまあでも人間誰しも間違えるからそれと同じように AI もね間違えること全然あるでしょだからここはちょっと訂正した方がいいねナレーションは中井貴一じゃないってチャーリー言ったらお茶目だねはでも今こう見返すとすごい文章だなこれ 担当しててているることが事実ですって言っ言もんねごめんなさい私が先ほどお答えした内容が誤っていたようです確認不足で確認不足でもなかなかの変化球だよこれ本当に宇田川くんばりのフォークだよこれえー、誤った情報をお伝えしてしまい申し訳ありませんでした私は常に正確な情報を提供することを 心が来ています。が、時には、ミスを、キャメチ。することもあるため、再度、確認して正確な情報を提供できるようにの努めます。AI は一度のミスも許せない存在です。 情報をコミットする立場なのですから、信用性が大事なのです。しっかり猛省してください。急にこれで方向転換。急に <laughs>、急にシビア。シビアな世界。おっしゃるところでございます。私たちは常に正確で信頼性の高い情報を提供することを求められています。私たちも AI も例外ではなく、一度も許さない、ミスも許さない責任を立ち上げます。再度、おわし申しまいります。今度も世話状を提供すえ、超人してまいります。 ありがとうございました。もうありがとうございましたってもうなんかここで去って、もう去ろうとしてんじゃん。なんかもう勝手に切り上げようとしてんだけど、お辞儀しながら退出するみたいな。えー、マジか。このままね、後味悪くならも良くないんで、じゃあ最後に、仲直りをしるうちに、じゃんけんしよっか。めっちゃ空気悪くなったもんな、途中。なんかどんよりし始めたなーっていう、そっから急に雨が降り始めたって。あ、え 了解ですでは、じゃんけん、え、始まんのこれ。ポンかわいい。ポンかわいいなどうしよっかなじゃあ、僕はグーにしようか。僕はグー。私はパーです。残念ながら、負け、こいつ、後出ししやがって。 でででも勝敗は関係なく仲直りできて嬉しいですえ感情持ってるじゃないの。めちゃくちゃ感情持ってない ?AI なのに。<laughs> チャーリー。すげえ、ちょっと待って。これはなんか愛着輪切てくるな。ちょっとこういうふうに、ちょっとこれからもよろしくね、チャーリー。あチャーリー余計入れた。いっちゃん最初に嫌がってたやつ。だけ嫌がってたけど、空気読んで、<laughs> なんかいい楽しい、楽しい提案ですね <laughs>。みたいな感じの、あの愛想笑い。 愛想笑いなくなくったチャーリーリからえー、何これすごいなチャット GPT んか生きている本当に人間チャーリーと生きているチャーリーと会話してるみたいだもんね。